こんにちは、恩返しです。グラマスに到達させてくれたスペルウィッチには感謝しかないので、しっかりと感謝の気持ちを込めてフィルレインしていきます。一応コンセプトはとにかくバフだけするデッキ。失踪なんてしないでとにかくスタッツを上げることに全力。そんな感じ。守護美初戦とかうまい感じに決まったからついでに乗せておこうか悩みどころ。とりあえず使用感的には下位デッキには勝てるって感じだったよ。誰も使わないであろうデッキだから勝率を言ってもって感じだけどね。でもそういうデッキに限って真剣に解説したくなる。天の弱だから致し方ないね。ダパンなのに白熊。感謝なのにメタ。そういうことだよ。ということでデッキの解説を無理やりしていく。まずはバフ。マーウィンもトイビショップが少ない今の環境だと全処理はほぼ不可能。失踪もローエンも抜いてとにかくランプアップとバフを延々とかましていくスタイルだよ。そうするとバフされたドラゴンフォロワーが強いので強いです。簡単だね。でも失踪フォロワーより火力が出る場合もあるんだよ。基本今の環境のバフドラの失踪ってブルータルかボクちゃんじゃん。あれって失踪で打点を与えた後は基本的に処理されるから結局5点ダメージなわけ。でもバフしてフォロワーが残ればそれ以上の打点を与えられるんだよ。温泉で2バフなんてしようものならもう次のターン勝ちまである。いやいや、お客さんそれでも今の環境は処理できますよって。確かにおっしゃる通りです。でもそれが毎ターン飛んでくるようであればどうですか。さすがに厳しいと思いませんか。弊社の実績ですが、雪島ウィッチ20ターン目勝利も獲得しております。そうです、盤面スタッツが40を超えることも可能なわけなんですよ。今ならバフドラからの乗り換えで機種代金は無料。MP もちょっと漏れる可能性があるので実質無料でランクまで来ますよ。このイベントはアディショナルまでの実施なので、ご検討されているのであればお試しでいかがでしょうか。このイベントを逃すと二度と使用できない恐れがありますので、このタイミングしかありませんよ。もしカードが足りない場合は課金して必須カードを当てれば無料で使えますし、お客様にデメリットはありません。お得でしょう？私はそう思いません。アディショナルカードを生成するために温存しておくべきだよ。ちなみに関係ないけど剣心の水流はクオンに合わせて設置するとリーサル逃れできるよ。2枚必要だけどね。ちなみに2枚あってもバフしすぎて破壊されずに負けることもあるから、ネタとは言えない。悲しいね。まあフィルレインを3枚引けば勝てるってわけ。今相手のクオンは6コスだからアルマジを打てず退路なし。5000バーンじゃ盤面も処理できないから致し方なし。2フィルレインで8コスアルマジ。クオンは融合したっぽいけどいたら7クオン。諦めるなら今よ。私の負けね。恩返しできました。ちなみにデッキはこんな感じ。天意のドラグーンのカードズレが気になってしょうがない。温泉でドローができるし音調は数論に。ストーンホイールの部分はイグニスだったんだけど、盤面処理されなさすぎてチェンジしたよ。とりあえずの使用感だけど、バフドラにフィルレインは今の環境であれば採用してもいいかもね。まあそんな感じだよ。要するにおもちゃってこと。あとは適当に守護美少しばいて終わるよ。ご視聴ありがとうございました。こんにちは、おまけです。1日サボった分、追加で載せよう。そんな感じ、今から尺の長さに公開をしつつ、一応録画したし退路なしで喋っていくスタイル。致し方ないね。とりあえず思いついたことを延々と過剰書きレベルで語っていくしかない。まずは最近気になってしょうがないことだけど、ナロー系で貴族系の人に敬語で話すのに一人称が俺な主人公。あれ、気にならない人おるの？私は気になってしょうがないよ。老人の転生の一人称がわしの方が好きなレベル。そう思っちゃうよ。そもそもわしって何なの？トンビじゃダメなの？タカでもギリギリセーフってことはないの？わしにはわかりません。ちなみに予想だと私がわしに変化したんだと思ってるんだけど、実際はどうなんだろうね。Google 先生に聞いてみるよ。どうも方言っぽいね。確かに言われてみたらそんな感じあるよね。その地方に住んでないから盲点だったわ。Y の知識不足やで。致し方ないやん。でも全部まとめて日本語ってことで結果オーライなんじゃないの？オーライが日本語じゃないからダメかもしれないね。
でも私は世の中にダメなものなんてないって思ってるからダメじゃない。そういう結論でいかがでしょうか。じゃあナロー系の敬語に俺もダメじゃないってことになりませんか。八方塞がりだね。要するに答えは自分の心の中にしかないってことだよ。でもここで心はどこにあるのかという疑問が浮き上がってくる。ウルキオラは織姫との手と手の間に見出してるし、心臓の部分に心を見出している説もある。脳こそ心派閥ももちろんいるだろうし、そもそも存在しないという過激派もいるだろうし、難しいね。昔、死亡した瞬間に体重がちょっと減ってその分が魂だって説もあったけど、あれって実際どうなんだろうね。筋肉の弛緩による体重の変化な気もするけど、実際に魂があるって考えた方が夢もロマンもあるよね。それこそ天国があれば楽しいかもしれないし、ある意味世界転生に近いものがあるもんね。もしかしたら地獄に飛ばされるかもしれないけど、最近の地獄はむしろ優しいイメージしかないし、ワンチャン地獄もありかもしれない。未来は明るいね。生きてるだけで丸儲けだよ。しかしシャドバと関係ない話だと延々とできるもんだね。最近シャドバの話をメインにしてたから編集に時間がかかってたけど、無意味な内容を数珠つなぎにするのは楽でいいわ。今回なんて一人称が俺ってことだけで3分くらい話してるでしょ。問題は何も意がないってことだけどね。ガチャの外れ枠みたいな感じだね。強いて言うならサモンズのガチャって感じ。もう弱いモンスターが出ても何にもならないんだよ。一応変換したり強化に使えるんだけど、そこまでして欲しいものが置いてないんだわ。悲しいね。他のソシャゲもシャドバみたいにキャラのローテ環境作ればいいのに。やっぱりシャドバって神ゲーなんじゃないの？そう思えてきた。ミッションとかグランプリとか好きじゃないけどね。ミッションはリセット時間を固定にしてくれればいいんだけどな。マッチングのためなのはわかるんだけど、変えてほしいところ。あとは対戦中に相手の思考時間が長すぎて暇だからさ。カードの効果と一緒にフレーバーテキストも読めるようにしてほしいよ。面白い内容のカードがいっぱいあるんだからさ。空き時間に読めたら最高なのにって毎回思ってるよ。ってなりでプレイしないで考えてやれって話なのかもしれないけどね。でもこのバフだけしてるデッキに考えることなんてないじゃない？とにかくバフして盤面処理するだけなんだもん。もうホーリーセイバーとか出しても無意味なスタッツ。支援仕様が結局は高スタッツの連続。退路なしだよ。普通のバフドラ使ってた時に負け越したからリベンジ成功だよ。やっぱりバフドラはバフしてなんぼだってことだね。温泉のおかげで攻撃力も上がるし、処理されなければ失踪フォロワーみたいなもん。オラクルの体力がもう18とかお化けじゃん。使えるくらい処理してくれるのを待ってるまであるね。まあ無理なんだけどね。相手のリタイアで勝ちだよ。はい、ネタバレ。どう？結果がわかってるけどまだ見てる？前回のネタバレトークの動画で思ったんだよね。カットしないでまだ見てるかどうか低くだりにすればよかったってね。あれは反省点だったなぁ。道化師としての未熟さが出ちゃったよ。そんなこんなで8分動画も苦もなく編集できた気がするよ。1時間くらいかかってるから毎回は無理だけどね。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。